セラピスト歴は関係ない。ガチガチ専門代表の下川太です。山田です。よろしくお願いします。セラピスト歴は関係ないなんですけども、今回はそれの技術習得編ね、はい、話していきたいと思います。セラピストなりたい、これからなるよっていう人とか、なりたての人っていうのはさ、どういうふうに勉強を進めていったらいいかわからんくない？わかりません。わからんよね、はい。いきなりちょっと難しいね、解剖学から入ってしまう人とか、はい、別にそれでもいいんですよ。でも多くの人はいろんな情報があるから全部一気に取り込もうとして、もうわけわからんようになってしまうことが結構あると思うんですよ。それは受講生さんと話しててもよくよくわかる、はい。で、何でもそうなんだけど、学習っていうのは順番があるよね。スポーツももちろん練習方法って最初ね、基礎からやっていく、はい。それと一緒で、やっぱり覚えるっていうのも順番があって、いきなり難しいとこから行かなくていいんですよ。うん、セラピストあるあるなんですけども、はい、意外とセラピストさんって、筋肉覚えてなかったり、骨覚えてなかったりとか、そういう簡単な解剖学の知識としても、持ってない人って結構いるんですよ。はい、それ僕がそうだったんです。私もです。私もそうでしたよね。ガチガチ専門に入ってくるスタッフさんってほとんどそうです。はい。ね。でも、やっていけるんですけども、それがいいとは言いません。はい。ね。最終的には覚えてほしいんだけども、まずはお客様が求めているものをまず習得していきましょうよっていうところね。で、その解剖学っていうのは、事故を起こさないために最低限の必要な解剖学は必要になってきます。まあ、解剖学っていう言葉が合ってるかどうかわかんないですけども、簡単な骨の位置であったりとかね、ここを押したらこんな危険が潜んでますよとかあるじゃないですか。そういうことでもいいんですよ。十分それでも大丈夫なんで、ね、情報ありすぎるから、あれもこれも、あれもこれもって最初からやっちゃうと、もうわけわからん。パニックになる。ね。で、結局何を得ましたかって言われたら何も得れてない。っていうことがあるんですよ。あります。あるね、はい。なので順番をこれから説明していきます、ね、皆さん安心してください。だって、はい、セラピスト歴は関係ないですよ、はい。まずね、学ぶことっていうのは、セラピストにとって学ぶことっていうのは大きく分けてね、3つに分かれると思ってます。大きく分けてね、ふーん、ふーん、何やろう、今更ふーん言うたねガチガチ専門セラピスト歴長いよ。もうすぐ3年やからね。はい。まあ、3つあります。1つ目。まず、押すべきポイント、はい。押すポイントっていうのを覚えてください。ね。これも画面の右上にリンク貼っておきますけど、そこから学んでほしいんですけど、押すポイントが分かってないと、どこを押せばいいのか分からないですよね。はい、言い方変えれば、コリを探しに行くポイントでもあります。はい、大体そこを押していけば、ありますよ。っていうやつなんで、まず首とかね、首から覚えるとか肩から覚えるとかやってください。全身のポイント、これも一気に頭に入れようとするからできないんです。うーん、首やったら首でいいんです。今月は首やりますとかね、集中してやっていきましょう。はい。で、だからポイントはまず覚えましょう、はい、っていうことだね。で、その時に簡単な筋肉とか骨とか出てきますから、それも一緒に覚えてください。簡単なやつが出てきますからね。はい。で、次二つ目が、押し方です。はい。ポイントを覚えました。で、二つ目、押し方っていうのはすっごく重要なんですよ。ね。教えてもらえないですよね。教えてもらえなかったんですか？はい。はい。私も教えてもらってないですよ。はい。ね。肘伸ばして、体重乗せて、ウィーンってしか、僕は学んでなかった。ね。けど、押し方って超重要で、なぜなのかっていうと、セラピストの指と体を守ります。それと、お客様に雑味のない聞いている感を提供することができる。雑味っていうのは、不快な痛さやったり、不快な重苦しさを排除した聞いている感よね。っていうのができるようになる。だからもう絶対学んでください。僕はこれを全く知らなかったので、最初10年間、セラピスト歴10年間は、それでもう、力押し、力押し、体重押し、体重押しやってたんで、指と体を壊したっていう経験があるからこそ、声を大にして言いたい。もう超大事なんで。ね。それを覚えていきましょう。で、そして三つ目が解剖学っていうことになってますね。
まあ、やっぱ最低限のその骨の位置、名前、筋肉もそうですよね。そういうふうに覚えていってほしいなと思いますね。まあできたらあの神経であったりと血管であったりとか、まあいろいろあるんだけども、そういうのもおいおい覚えていけばいいと思いますね。そういうふうに順番にやっていこうということで、次に説明するのが、初めにやってほしいことっていうのをやっていきます。セラピストこれからなるんですよとか、セラピストなりたてなんですとか、今いろいろ勉強してるけどもう分からんのよと、何なんだよセラピストってっていう人も中にはいらっしゃると思うんですよ。まあ受講生さんはそうですよね。だから受講生さんはそういう人なんで、まあこの前来られた方もまた来られるけども、順番に指導していけばやっぱできるようになるんですよね。なので、そういう方は今から話す順番にやってみてください。いきますよ。一つ目が、押すポイントは必ず覚えてください。これもポイント全身一気に覚えるんじゃなくて、首なら首ね、腕なら腕っていう風に分けて、それができたら次のポイントいけばいいですっていう形でね、ちょっとずつ焦らずにやっていきましょう。で、次二つ目、押し方大切って言いましたよね。はい。でも押し方ってすごく奥深いんだけども、一つだけまずやってください。必ずやってほしいことがあって、垂直圧ポイント覚えました。で、ポイント取るよね。で、押す方向が間違ってたらこれ全く効かないんですよ、うん、だから一番初めにするのは、ポイントを取ったら垂直圧、筋肉の面に向かってまっすぐ押すだけです。ぐにゅーってひねったりとかしないっていうことね。それができるようになってほしいんですよ。できてますよね。へいて。で、それと同時に3つ目、指トレやってくださいね。ハンドグリップで、これも動画ね、あの画面の右上に出しときますけども、この指トレっていうのがやっぱ超重要なんですよ。押し方をより習得するためには指の力っていうのが絶対に必要になってきます。今テロップ出してますけど、ここに行けばそのハンドグリップのトレーニングの仕方っていうのが、正しいトレーニングの仕方っていうのが解説されてますので、やってください。毎日やるんです。持ち歩いてる人もたくさんいらっしゃいますよ、はい、ね、受講生さんもそうだし、もう買って毎日持ち歩いてるんですって言ってくれる人もいるし、もうそれで本当それでいいんですよ。こうやって現場に立ってるね、うちのスタッフさんでもやってるじゃないですか、はい、暇さえあれば、はい、ね、もうこうやって現場に立ってガチガチさんほぐせるようになったとしても、やっぱりそれは必要なんですよ。指トレっていうのはね、肘から先の筋力っていうことだね。これが重要。まずこれをやってくださいっていうことですね。はい、参考になったら幸いでございます。はい、今日は以上です。はい、いきますよ。せーの、ガチガチ。